今回この羽アルバム羽に対する思い入れっていうのはなんか他のアルバムとは違う特殊な思い入れがありますね、やっぱりね。それは、その平和というかそういう大きなテーマを扱ってるっていうのもあるし、あとやっぱりこう、スタッフは同じスタッフが絡んでるんですけども、みんなのこう意識もねちょっとこう変わってるんで、いつものアルバムで楽しいよねっていう感じよりはもう少しこうなんていうか神妙に真面目に取り組んでる感じ、いつも、その作るのは真面目なんですけど、みんなでいつも楽しんでやってるところが今回はなんかすごくこう真剣に取り組んでるって感じがあって、なんかこうスタッフの意気込みとかいつもとは違うテンションがありますね。自分もそういう姿勢でやってきたから多分それがこうみんなに乗り移ってるっていうかね、そういうのがあるでしょうけど、音一つ一つの音になんていうのかな、今回はアレンジャーさんに任せるというよりも一個一個にこう自分の思い入れを入れさせていただいて、これ以上ないっていうぐらいこうのめり込んでやってましたね。そうしないとこういうテーマの場合はなんかすごい失礼な気がするしね。だからできるだけ真摯に関わってましたね。レコーディングに臨む一方で、石井は TI グランドプロジェクトの一環として昨年も好評を博した横浜赤レンガ倉庫でのイベントグランドエンジェルの再演という計画を進めていた。このイベントは世界中の子どもたちやエンジェルの絵彫刻を曲に合わせて石畳に映し出すもので、昨年も赤レンガ倉庫で開催、実に25万人が観覧した。石井はこのイベントを今年の年末さらにスケールアップして行いたいと考えていた。逆に言うと戦場なんだけど子供の笑顔とかの方がグッと来たりするじゃないですか。そこに希望があるみたいな。そうそうそう、多少そういうところで逃げていかないと、だから僕はその白人の写真とかいっぱいあった方がいいと思う。多少その切迫感はないかもしれないけど、そういういろんな人種の子がやっぱり混じってた方が、それはそっちの方が大切なような気がするな。そうですね、もう両方。石井のビジョンが着々と形になろうとしていた。ちょうどその頃、石井は一人の絵本プロデューサーと出会う。エクトル・シエラさん、コロンビア生まれの39歳。1999年ユーゴスラビアコソボ自治州を訪れた際、 NATO 空爆に遭遇し、一回の芸術家でもできることがあるはずと NGO 国境なきアーティストたちを設立。現在は日本を拠点に世界の紛争地の子どもたちを励ますなど精力的に活動をしている。今回僕がグランドエンジェルって名前をつけて、それで本当に運命的にこの一枚の絵を見せていただいて、グランドゼロのね、これは貿易センタービルですけど、でそのアメリカでその現場を見た子どもたちのトラウマになってしまった心と、アフガニスタンの戦争を引き起こされてしまった子どもたちのトラウマを
の絵をこう交換するようなそういう活動もしてらっしゃるんですよね、うん、はいそうです、うん、それからこの世界貿易センターの前に、うん、ある学校に通っていた子どもたちの絵なんですよ。この絵本はその意味で象徴的にとても大事なことを伝えてるんですよ。そうですね、はい、この子どもたちはテレビで見たことがないんです。自分で自分の目で見たこと見たんですよ。肉眼ですよね、はい、だからさっきも言ってたんですよ、写真よりリアルだねって、うん、俺たち映画例えばアメリカ映画に毒されてるからリアルな映像ってか作り物なのかあの本当にやってるのか分かんないようなあの映像をずっと見てるわけじゃないですか。だから写真とかあの映像なんかよりこの子供たちの絵の方がなんかリアルだったんですよ。すごくショックというか、彼らはアーティストなんですよ。とてもあんな簡単にその悲劇をまとめるというのが、うん、デザイナーが作ったんじゃないですか。そうですよね、実はデザイナーなんですけど10歳のデザイナーなんです、うん、そうだよね。だから私もこれを見た時に、うん、ああ上手だと思って、うん、この子はワークショップの時に毎日同じことを書いていました。ある程度癒すことができるんですよ、うん、でもある程度子どもたち同じことを繰り返して同じことを伝えたいんですよ。あのニューヨークで、まあ、友達がすぐ近くに住んでてね、でテレビの画面見て、なんでこんな音にしか撮れてないのって言うんですよ。うーん、現場では、はい、ものすごい音がしたらしいんです。でもテレビのこのマイクの指向っていうのはそんなにでっかい音は拾わないわけですよね。だから僕らが見てる映像っていうのはあの映像はそのまんまだけど音は全然違うんですよね。もう地響きで立ってられないぐらい、うん、でもう鼓膜が破れるんじゃないかっていうぐらいのすっごい音がしたらしいんですよ。だからそういうのは僕らは全然わかんないわけで、だからその現場に行って居合わせてその立体を映像じゃなくて立体を見た人たちのその目に焼き付いたインパクトっていうのは俺ら普通に生活してる人間が想像なんかできないことなんだなっていう、この絵がよく語ってますよね、それを、うん、音まで感じるっていうか、あとアフガニスタンの子たちのこの絵はちょっともう言葉が、子供たち絵を初めて絵を描きました。あのタリバンの政権の時に絵を描くのが禁止されていたので、彼は生まれてから戦争しかないので彼は絵を描いたことがありませんでした。クレヨン何か知りませんでした。初めて見たんですよ。だから絵を描くときに最初にもちろん描きたかったんですけど、絵を描く何を描けばいいのかな全然分からなくて、うん、感動的な瞬間でした、うん、芸術の役割はすごいですね。そうですね、日本でも戦争があった時に悲しい演歌を聴きながら新しい国を作ったんじゃないですか。どうしてでしょう、演歌は悲しいのに悲しい演歌を聴きながら元気を出すんです。それは芸術の役割なんです。私たちは芸術のおかげで精神的に、え、面白いね、その発想が面白いね。それ昔から派遣されてるんですよ。ああそう、グリシャ人が、派遣した。だから芸術はとても大事ですよ、うん、そうですね、芸術のおかげで心の復興を与えられるんですから、うん、この活動はって多分新しい建物残らないけれども、うん、人々の元気が残るんです。建物じゃないもんね問題は、ね、はい、人の場合はね、はい、あんないる場所じゃなくてここですもんね、やっぱり、はい、ここが良かったら、はい、建物もいいものができてくるだろうし、もっともっと豊かになるだろうしね。この活動の、意味理解してくれて、はい、本当にありがとうございました。